科学骨を書いた人の頭蓋骨法子学とは、法医学、社会史科学の一種で、法科学の中の一分野であり、犯罪捜査や裁判などの法の適用過程で必要とされる、死学領域の事項を研究、応用する学問である。死化法医学、法子科学などとも呼ばれる。法科学の諸分野において頭につけられる、フォレンジックは、ラテン語のフェレンシスつまり、 フォーラムに由来している。ローマ帝国時代、基礎とは、ローマ市街の中心にある、フォロロマーノで聴衆を前に訴状を公開することであった。被告と原告は共に、自らの主張を行い、より良い主張をしてより広く受け入れられたものが、裁判において判決を下すことができた。この起源は、現代における、フォレンジックという語の二つの用法のもとになっている。一つ目は、 法的に有効なという意味、そして二つ目が公開発表のという意味の形容詞である。主として個人識別の際に用いられることが多い。死学校組織は他の組織に比べて残存している場合が多く、その治療根や状態から識別作業を行う。状態からの場合、麻滅の状態や死髄空の状態、特定の職業に、 特徴的な摩耗症といったことから判別し、他にも DNA 検査なども行われる。また、一般の歯科医師でも日常の診療の過程で多くの処置記録を蓄積、保有しており、その情報は確実性の高い個人識別情報である。その情報に基づいて識別作業を行うことも多い。 1897年5月4日に約130名の犠牲者を出したパリの事前バザー火災での身元判別を契機に法子学が生まれた。日本においては1985年に発生した日本航空123便墜落事故が契機となり法子学の重要性が社会的に認められるようになったというありがとうございます。